改めまして、ただいまご紹介いただきました私茨城県の牛久市からやってまいりました NPO 法人チャンミオ TV で理事長を務めております綾部美代と申します。本日は貴重なお時間いただきましてありがとうございます。何卒よろしくお願いいたします。皆さん牛久市はお越しいただいたことがあるような方、いらっしゃいました、いらっしゃいました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、牛久市なんですけれども茨城県の南に位置しております。面積が 58.92 平方キロメートルで千曲市さんの半分ぐらいの大きさですね。人口が約8万5000人ほどで、まあ、形というと蝶々の形をしているなというふうに私は皆さんにいつもお伝えしております。で牛久シャトーというですね、こちら国の重要文化財にもなっているんですけれども、1903年に牛久市にできました本格的なワインの醸造施設、これ日本で初の本格的なワインの醸造施設ということで、ワインで本当はね知られてなきゃいけない牛久市なんですけども、なかなかそこら辺がうまく PR できてなかったかなというところがございます。でこの牛久シャトーがあるんですが、この牛久シャトー実は東京の浅草にございます神谷バー、こちらも皆さんご存知の方いらっしゃいますかね。はい、浅草の1丁目にございます神谷バーを、設立しました神谷伝兵衛さんが牛久シャトーを、神谷バーの前に、オープンしました。この神谷バーももともとは三河屋さんというですねお酒屋さんで、いっぱい売りでお酒を皆さんに販売したっていう本当に初めてのバーというか、お店として、たくさんの方に知られてます。なので神谷バーを知ってるよという方はたくさんいらっしゃるんですけども、牛久シャトーをご存じない方が、いるなっていうのがちょっと残念なところではございます。自由の女神が3人並んだら牛久大仏になりますよと、はい、それぐらいの大きさでシンゴジラぐらいです。はい、すごく大きい大仏が牛久市にあって、牛久シャトーとこの牛久大仏が牛久の、まあ、シンボルというような形になっております。そんな、牛久市からやってまいりましたが、私僕は初めに皆さんにお伝えしたいことがございます。実は私こんなに今牛久大好き大好きとやってますけれども、本当は牛久そして茨城県が好きではなかったと、こんなところに言って本当にあれなんですけれども、という事実が実はございます。まあ、電車の数が少ないとかおしゃれなお店がないとか、東京と、まあ、本当にすごい近くなので比べてしまうんですよね。東京と比べて劣っているなというふうに思っておりました。住んでいる町について本当に何も知らない、もうテレビを見ても東京とかそういったおしゃれなもののことが入ってきて、雑誌を見てもそういったものが入ってきて、だから自分の住んでいる町について何も知らないんだけど、ただただここは何もない、つまらない、楽しくないから早く出たいなという気持ちでいっぱいでございました。なのでこうやって私が皆さんの前でお話をするというふうに、こんな機会をいただけたのは、まあ、10年前の私だったら全く想像できていないというようなことでございます。じゃあ改めまして、まあ、メディアって何だろうということをご紹介したいんですけれども、まあ、先ほどもねケーブルテレビさんだったりとか、私よりもだいぶ前からインターネットテレビやられている方とご挨拶させていただいて恐縮なんですけれども、メディアというのは、まあ、情報の記録だったりとか、あと伝達、保管に用いられるものや装置のことを言います。でテレビとか新聞、まあ、雑誌、ラジオなんていうのがメディアでございます。で茨城県のテレビ、失礼しました、メディアでテレビなんですけれども、茨城県には NHK 水戸放送局しかありません。茨城県は唯一の民放のテレビ局がない都道府県でございます。はい、なので地域の情報がなかなか入ってこないというのはそういうところから、はい、ご理解いただければと思います。まあ、こんな感じで、はい、NHK の水戸放送局、そしてケーブルテレビさん、こちらはいろんなところにあります。日立市さんだったりとか土浦市、筑西市、結城市、古河市、つくば市ということで、私の住んでる牛久市、まあ、県南にも土浦市とつくば市と2つのケーブルテレビがございます。まあ、ケーブルテレビにも出させていただきました。ありがたいですね。そして新聞です。新聞もこちらは茨城新聞1つですね。はい、
茨城新聞がありました。以前はですね、茨城新聞の他に、県南でいうと、常陽新聞さんとか、あと他にもいろんな新茨城だったりとか、いろんな新聞があったそうなんですけれども、今となっては、茨城県の新聞というのは、茨城新聞だけになっております。ネットで水戸経済新聞とかそういったね、ものをやっていたりとか、常陽新聞さんも新しくニュースつくばというような形でウェブニュースを配信したりとかしているんですけれども、新聞のメディアというと茨城新聞になります。そしてラジオですね。ラジオも、県域の FM というのがなくって、茨城放送というのが、唯一も県域になっているんですけれども、なのでラジオもあまり浸透していなかったというのが茨城県でございます。で、コミュニティ FM、FM 放送は、たくさんあります。牛久コミュニティ放送、 FM 鹿島とか大子とか高萩とか、いろんなところに、コミュニティ FM はできました。震災があった後にやはりラジオの必要性というのは皆さんも、理解されてというか、大切だなということで、私の住む牛久市にもコミュニティ FM が開局になりまして、今3年目になっております。全部自分が出ているところを切り抜いて出してます、すいません。そしてですね、インターネットテレビ、こちらも実はメディアがない、メディアがないって言ったらですね、テレビ局がない茨城県はいばきら TV というですね、茨城県で運営するインターネットテレビ局というのがございます。こちらは動画の本数だったりとか、あとチャンネルの登録数だったりとか、視聴数だったりとか、もう本当に、日本一を歌っている、インターネットテレビ局がございます。こちらも2012年にですね、県の方でこのインターネットテレビ局を開局いたしまして、茨城県の魅力を伝えるインターネット動画サイト、いばきら TV ということで、全国でナンバーワンと歌って、テレビ局はないけれども自信を持ってやっているというインターネットテレビがあります。で、インターネットテレビ他にもやっぱりいろんなものがあるんですけれども、私の住んでいる牛久の近くでインターネットテレビ局もやはりいくつかございまして、私の大先輩にあたるのは、お隣にある龍ヶ崎市という町があるんですけれども、そこのこれカエルカエルと書いて川ズワライブと呼びます。これは2004年の8月、震災よりも前に、スタートしている地域の情報番組がございました。そして私は、2012年の5月に、牛久を拠点にチャンミオ TV というインターネットテレビ局を開局し、その後茨城 TV 県が10月に開局、そしてここ最近インターネットテレビがうちの、県南の方ではブームになっておりまして、土浦市 V チャンネル茨城さん、こちら土浦の、図書館と一緒にコラボレーションをして番組を制作したりとか、あと土浦の町の活性化のために拠点を土浦市から、借りて、そこで放送をして、人の集まる場を作るなどをやっております。で、その次についこの間開局したつくばんというのは、もともと本当に映像業界でやられた方が YouTube でいろんな YouTuber とかが頑張ってるけども、本番の自分たちもやっぱりなんとかしなきゃいけないなってことで、本当にすごい映像の、放送局を2018年の8月に、開局いたしました。それでですね、こんなのもできましたということで、テレビがないというところがございますので、なめがたエリアテレビというのがございます。こちらどんなテレビなのかと言いますと、これなめがた市さんのホームページからちょっとお借りしてるんですけども、近年増加しているさまざまな自然災害など、防災とかそういう有事の際の防災減災対策としてエリア放送というのを導入しているそうです。なので家庭のテレビとか、あと携帯電話ワンセルがついている端末で、エリアを絞った形でテレビが見えるというのを行政の方で、スタートしているというのが、取り組みとしてございます。こんな感じで、なめがたエリアテレビというのが、開局されております。
これすごい取り組みだなと私は名村の方にもお話しさせていただいたんですけども、防災の話だけではなくて名村の魅力を発信したりとかする放送もこちらでやっていらっしゃいます。そこで、市民メディアとはというところになるんですけれども、記事を執筆している、プロフェッショナルの方ではなくって一般市民によって制作されたメディアというのが市民メディアというふうに、言われているんですが、当初ですね、私もこのインターネットテレビ始めましたけれども、市民メディアで頑張っていくぞというような、その市民メディアだっていう意識というのは自分の中できちんとあったかというと、ちょっとその自信は実はありません。あまり市民メディアという意識ではありませんでした。ただただ平日毎日1時間の放送をするぞと、地域の情報を手探りで発信していくぞと、それだけしか考えておりませんでした。なので2012年の5月の7日にスタートしてから欠かさず毎日1時間の放送をしていると、本当にただそれだけでございます。で、じゃあ一体どんな放送をしているのかと、先ほど私がお話しさせていただく前に放送、あれは今年の3月の放送の回を皆さんに視聴いただいてたんですけれども、あれはもうだいぶ経ってからですので完成度はすごく高くあれでもなっているんですけれども、一番最初はこれ第1回目の放送なんですけれども、これ携帯電話で放送しています。いよいよ本日より始まりました牛久の情報やトレンド、そして人も発掘発信する公開トークライブ番組キャリア TV です。ちょっと初めてなのでいろいろと操作に戸惑っていて、ちょっと今ニコニコ動画の方がまだ配信できてないんですけれども、このキャミオ TV なんですけれども、私、牛久初のガマの油売りガールズの奥のガマガールの少女、キャミオがメインキャスターとして毎日お送りします。市民発信の番組です。こんなの放送しちゃっていいのかという感じなんですけれども、私は何の知識もないまま、仕事はずっと営業さんのアシスタントをする事務職でしたので、ただ携帯電話のこの iPhone を使って、そのユーストリームという媒体があったんですけれども、生放送をする媒体でアカウントの登録をしてこう置いてわーってやってたのが第1話目の放送でした。でもそれでも放送局なんですよね。なので、本当に今振り返ると、ああここから始まったんだなという気持ちで、いつもすごい変わったなと自分が思える第1回目の放送なんですけれども、手作り感満載で配信をしました、何かちゃんとした準備ができていたわけでもなく、毎日新聞を読んで牛久だったりとか、茨城県みたいな検索して出てきたものを自分なりに咀嚼をして、それをカメラの前で皆さんにお伝えをしておりました。ですが、クオリティだったので、そして私も25歳になってそのインターネットテレビを始めて、ずっと地元で活動していたわけでもないし、親もですね、ずっと牛久で商売している人でもなかったので、全然見てくれる人いなくって、見てくれて1人とか2人とかそんなぐらいでしたが、毎日配信すると決めていたので1時間毎日配信をしておりました。というのがチャンミュー TV のスタートなんですけれども、チャンミュー TV とは一体何かというと、私は地域を一つの大きな家族というのが私のモットーなんですけれども、地域を一つの大きな家族にするべくスタートした、メディアであります。
で平日毎日約1時間地域の情報を、このここがポイントなんですけど、まあ、市民の目線で専門家ではないよと、一市民として思ったことを表現する、それともそれに、他の方がこんなコメントをしたよって言ったらそれをお届け代弁するっていう形で、みんなと情報を共有して、まあ、地域が家族みたいに、まあ、仲良し日本一になればいいなという思いでスタートいたしました。まあ自分の中で地域は一つの大きな家族で、合言葉はウキウキハッピーと、なんかウキウキハッピーっていうのはなんだ、ただいまとお帰りじゃないけど、扉を開けるときってこう誰かが迎えてくれるかなっていう、家族が待ってくれてるよっていうウキウキした気持ちがあって、扉を開けたときにお帰りなさいっていう、迎えてくれる幸せな気分を届けてくれるのが、私はお帰り、ただいまとお帰りだなと思って、ウキウキハッピーというのをなんかそれと似た感覚で使わせていただいております。で、まあ、これはあの私の理事長挨拶、ホームページの理事長の挨拶にもあるんですけども、まあ、先ほどの動画をあの自分なりに、まとめて、やっぱり住んでるだけで全然知らなかったし、素人もしてなかったし、ダサいと思って育ててくれたこの町を、地元を大切にしてなかったけど、でも温かく迎えてくれた地元の皆さんの家族だったりとか、地元の方もやっぱり水が使えなかったりとか、電気が、ね、切れてたりとかって中で、井戸水だからうちの使いなとか、お風呂入ってきなよって言ってくれたことがすごく嬉しくって、まあ自分の住む町を大切にしようと思ってやり始めました。それで、この自分の気持ちがまとまったところで NPO 法人化にすることを決めまして、ビジョンとして私たちは地元愛の醸造や暮らしやすい街づくりに貢献しますというビジョンで、広く一般市民に対して市民が地域の魅力を再認識できるような情報発信を行い、その魅力を市民同士で共有できる場の確立を図ることで地域への愛着形成に寄与することを目的として活動していますということで、情報発信の事業、イベント事業、プロモーション事業、物品制作販売事業というのを、NPO 法人の事業として掲げてやっております。で、今の現在なんですけれども、法人の会員構成なんですが、ここは本当に幅広い年代がおりまして、10代、一番下は15歳ですが2名、20代が9名、30代が6名、40代以上が11名の27名、そしてボランティアの、まあ、NPO 法人の会員でない方がサポートスタッフとして3名、合計30名いらっしゃいます、おります。で、あのこちらでもライブを、されたかと思うんですけれども、郡司高成くんも、長野が大好きな郡司くんも、うちで木曜日レギュラーとして、生まれたのは横浜で、第二の故郷が長野 で今は牛久で、活動してるんですけども、彼も情報発信をやってくれております。で、先ほどお話しした一番最年少が今は中学校3年生受験勉強中なので放送はお休みしてるんですけれども、中学校の、1年生の終わりからかな、はい、ずっと毎日週1回レギュラーをやってくれていました。まあこんな感じで組織図もあったりとかして、インターネットテレビの事業部、企画部、地域イベント交流事業部とかを、NPO 法人の本当に市民のボランティアの皆さんで回しております。総勢30名です。で、まあ大きく分けるとインターネット放送があって、あとは地域の清掃活動を主催したりとか、あと市民が参加できるイベントを主催したりとか、そんな活動もメディアの他にやっております。メディアもインターネットテレビ、今は YouTube でやってるんですけども、その他に、先ほどコミュニティ FM のお話をしましたが、ちょっとこれ牛久じゃなくてあれなんですけども、つくばのコミュニティ FM でアットタウン牛久という牛久の情報番組を週に1回やらせていただいたりとか、あと皆様のお手元にちょっと数が足りなくて配りきれなかったんですけれども、ミニコミ誌河原版のような形で月刊ふむふむ、こちらは8000世帯ですねに発行していて、牛久だったりとか県南地域のイベント情報やスポンサーさんの情報、うちでやっている番組の、情報などなどをご紹介する、河原版を毎月1品に発行しております。
そして、まあ、フリーペーパー道の駅の、まあ、私は編集長として、編集長業もしているんですけれども、チャンミュー TV では道の駅の中の取材ページがあるんですけれども、そこの特集を担当しております。で、街に出れば出るほどたくさんの人に出会えば出会うほど、まあ、地域にはもっともっと良くなってほしいという思いがやはり強くなっていくもので、ここで、まあ、社会活動を通して、牛クリーン作戦という地域の清掃活動、毎月第2、日曜日の朝7時から、毎月やってるのは牛久駅周辺の清掃活動なんですけれども、年に4回は牛久市には牛久沼というですね、名前は牛久沼なんですけど、持ってるのは龍ヶ崎市っていうちょっとあの複雑なあの沼があるんですけれども、牛久沼の清掃活動を年に4回やっております。で、まちづくり塾、牛久についてだったり、牛久沼の環境についてだったり、観光についてだったりとか、いろんなことを、先生を招いて、学ばせていただくまちづくり塾というのを開催したりとか、あと牛久市で開催している環境系のイベントに、環境の啓発ブースを作らせていただいたりとか、あと子ども向けのイベントの時に、子どもが、まあ、やっぱりエコを伝えたいので、エコにちなんだ何かワークショップができないかなと思って、それを出展したりとかっていう活動を、行うようになりました。で、チャンミュー TV の変遷としてですね、まあ、何度も繰り返しなんですけども、2012年の5月にチャンミュー TV を開局しました。当初はスタジオというものがなかったので、牛久市内で、手伝ってくださる方にですね、場所をお借りして、ヤドカリ放送という形でスポーツジムのロビーだったりとか、あと居酒屋さんとか、そういったところで放送をやらせていただきました。そして翌年の4月にですね、牛久駅にあのエスカードプラザという出張所を作るよというタイミングで、エスカードプラザ、こんな感じでですね、市の、あの出張所の一部を間借りして、あのカウンターで放送させていただけるようになって、ここで皆さんに、お帰りなさいというのをですね、電車が来たりとか、なんかお買い物来たりした人にお帰りなさいって声をかけたりとかっていうのをやりながら放送をしておりました。で、その後ですね、茨城ドリプラに参加したりとか、 NPO 法人化したりとか、あと牛久市の観光協会さんの業務委託を受けたりとか、牛久市さんの業務委託を受けたりとか、旋回記念にこんな感じですごいたくさんの方にお祝いをしていただいたりとか、旋回やるのに4年ちょっとかかるんですけどね、はい、やったりとかしてたくさんの人にお祝いをしていただきました。で、2017年に、まあ、牛久市の情報発信業務委託が終了してしまったりとか、泉屋さんが閉店しちゃうからどこでやろうってすごく困ったんですけれども、その時にですね、新しくスタジオを借りまして、でそれもやっぱり地域のオーナーさんにすごく、もう本来だったら倍以上のお金がするところ、半分ぐらいのお金で貸していただいて、独自のスタジオを作ってここで放送するようにしました。そのタイミングで、今まではチャンミオ TV という、まあ、一個人の名前でやっていたものを、それを、まあ、夕暮れもうもうというですね、番組名に変更をして、放送局としてチャンミオ TV という、まあ、そんな、リニューアルをしまして、もっと番組枠を増やして、いろんな人に番組制作に携わってもらいたいし、もっともっと街に飛び出してもらいたいなと思って、そのタイミングで、うちは新たなスタートを切りました。そして、いろいろと変化があると本当にいろんな風が吹くもので、その年の夏にはですね、大学生から突然連絡が来て、チャンミュー TV でインターンさせてくださいって言われて、そんなの受け入れられるような団体じゃないんだけど大丈夫なんですか、学校の先生にもう一回確認してって言って、で、いや大丈夫ですって言ってもらって、で、法政大学のインターン生を受け入れまして、でその子が、今右にいる女の子がそうなんですけれども、インターンとして参加した後に自分も地域のこの活動に協力したいと言って会員になってくれたりとか、そんな出会いもありました。そしてですね、今年の3月、牛久市の業務委託を辞退いたしまして、2018年にはまた新たな風が吹き、優勝の、今まではみんな
もう無償のボランティアの子たちだけだったんですけれども、優勝のボランティア、まあ、優勝のスタッフを1名雇用いたしまして、私が理事長で、この隣の局長と、まあ、19歳で局長にさせてしまったんですけども、今20歳で、番組を、平日毎日月曜日から金曜日まで台本作りから、ゲストの調整から取材から、全てこの子と一緒になって今はやっております。というような感じで、チャンミュー TV のこれからについてもお時間が少なくなってきたので駆け足で、やってまいりたいと思いますが、まあ、こんな感じで、メディア情報発信をしたいというところからいろいろ自分でやりたいなと思うことがたくさんたくさん増えてまいりまして、まあ、今後は配信をもっと技術を上げないといけないなとか、やっぱりお帰りなさいはみんなに伝えたいので、今はスタジオが2階のスタジオなので、どうにか路面のスタジオを実現させたいなとか、あと市民の MC を、まあ、先ほどのインターン生じゃないですけども MC を育成していきたいなとか、これもまたご縁があって、女子高生まゆじょっていうふうに書いてあるんですけども、この子も今年10月から高校3年生が、はい、ちょっとやってみたいって言ってくれて入ってくれたりとかして、まあ、輪がちょっとずつちょっとずつ広がってきたかなっていう感じなんですけども、そういって市民の MC を育成して若者にどんどん街に飛び出してもらいたいなと思ったり、あと情報ってやっぱりすごく貴重ですので、市民レポーターを私は1000人集めたいなという夢がありますが、小さな情報をたくさん集めて、本当に素晴らしいテレビだったり新聞だったりとか、そうじゃないところを市民メディアで実現していきたいなと考えております。市民が参加して地域の草の根情報局へということで、はい、草の根としてしっかり地面に根を、はい、あれしたいなと思っています。目指していきたいです。で、ここら辺がちょっと現実的な話も、私はよく講演を聞きに行くときに気になるところなので、私だったらざっくばらに話をしてしまえと思って、出します。チャンミュー TV に必要なこととして、やっぱりスポンサー様があって、今はもう業務委託は受けておりませんので、全部民間のスポンサーさんに、協力していただいております。今ごめんなさい、6月ってなってますけども、11月現在で27社でございます。広告収入は、306万円で、その他に、県だったりとか民間の助成金をいただいてやりたいなと思う活動に当てております。清掃活動だったりとか、まちづくり塾っていう勉強会とか、そういったのをやっています。でも実際やっぱ読み委託があった時は600万とかそれぐらいの収入があったんですけども、だいぶ、少なくなってしまいました。これうちのあれですね、年間の予算というか今年のが、収入が365万で支出が324万とか40万ぐらい残るかなみたいな感じですけど、多分もっとないです。はい、まあ必要なのはスタッフ1名、72名、2万円ってことだって分かると思う。6万5000円しかお渡しできてません。毎週5時から9時まで来てくれてるけれども、はい、で家賃は、5個入り半分以下で、はい、4万円でやってもらってるので48万円で、水道光熱費テナントなのでやっぱり電気代高いですからね、でこんな感じ で通信費もやっぱりインターネットの配信とかやってますので、ちゃんと整えたりとかして電話代とかも入って、まあ、その他にいろいろとかかるものがあって、まあ、大体300万円ぐらいかかっちゃうのかなと。まあ、でも削ることはいくらでも削れると思いますし、そういったことで、結構やっぱりお金は仕事としてというか、こうやると難しいものがあるのかなとは思ってますけれども、でもお金はやっぱり大切だし、地域の皆さんの理解があって応援があって、できる活動なのかなというふうに感じています。なので本当に今27社のスポンサーさんありがたいです。で、じゃあ私はどうやって生きていこうって、まさき一人しか優勝さんおりませんので、私何してるかなっていうと、まあ、チャンミュー TV で私はお仕事を無償でもちろんやらせていただいているので、出会った方からお仕事をいただいてます。その結果、まあ、話すことがすごく多かったのでイベント MC だったりとか、あとなぜか受付業務とか、あとまあご縁でずっと取材記事をやっていたところを編集長にさせていただいて、まあ、そこのところで、
編集長としてのお給料いただいたりとかっていうものをやるようになりました。なのでできることは何でもやりますと、言っております。で、そして先ほど最初にも出したんですけれども、牛久大仏ですね、2018年の12月、もうすぐなんですけれども、アンテナショップの運営を、うちで行うことになりました。牛久、そして茨城県のおすすめのものを販売すると。牛久大仏の仲見世でありますので、皆さん牛久にお越しの際はぜひ仲見世の方に来ていただけたら嬉しいなと思います。なのでチャンメイ TV の事業としては、インターネットテレビの放送局、コミュニティ FM の制作やミニコミ誌の発行、イベント運営、アンテナショップというような形で今現在はやっておりますが、まあ、点を線でつないだらきっともっともっと地域を元気にさせて、もっともっと牛久が良い町になる活動になるんだろうなと。まだそこは私まだ知恵がないのでできてないところがたくさんあるんですけれども、これをたくさんの方に協力していただきながら、線にして形にしていきたいなと今は思っております。で、市民メディアに必要なこと何かというと、やっぱりたくさんの出会いだと思います。本当にたくさんの方、メディアだとたくさんの方に出会うことが多いと思うので、たくさんの出会い、そして、何があっても諦めないことかなと思います。やっぱりその継続しているメディアさんもありますけれども、途中で終わりにしてしまう方もいらっしゃるので寂しいですし、なんかこう続けていくと何かあると思いますので、ぜひ、継続諦めずにしていただきたいし、私もここで皆さんにお話ししたので諦めずに今後も頑張っていきたいと思っております。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。今日は遠い遠くからお越しいただいたということで、千曲市の安田というところの、あるカフェに来ておりますが、スペシャルゲストということで、チャン・ミオさん、はい、自己紹介お願いいたします。はい、茨城県の牛久市からやってまいりました、NPO 法人チャンミオ TV 理事長の綾部美代と申します。綾部美代さん、はい、私はですね、インターネットテレビを通じて、地域の魅力を発信して、それを皆さんと共有をするという場を作る、活動をしております。地域をインターネットで結ぶということなんでしょうかね。そうですね。この普通のメディアとは違う、市民メディアということだと思うんですけども、その辺のところを初めて、立ち上げた気持ち、ちょっとお聞かせいただけでしょうか。はい、地域のことってなかなかやっぱり自分たちで知ることって難しいと思うんですけれども、でもそれを自分たちの目線で、市民の目線で掘り起こして、市民の目線で発信することで、何か違った見え方がするんじゃないのかなと思って、まず始めてみようとスタートしました。やっぱりそのやってみると全然違ったことが見えてきたりとか、こういうふうに言われてるけど違う考え方ができるなっていう風な驚きもあって、やってみてすごい充実感がありますね。なるほど、はい。1時間の番組ということなんですけども、そういったこうネタというか、話す内容、なかなか大変だと思うんですけども、毎日やってらっしゃるんですか？毎日、平日毎日放送してます。素晴らしい。ありがとうございます。でもこう、たくさんのこうスポンサーを集めたりしながらこうやってると思うんですけども、それはどうなんでしょうか？そうですね、やっぱり放送していく上で、地域の皆さんの、ご支援がないとなかなか難しい部分もあるんですけれども、でも地域の皆さんも頑張れよという気持ちで、谷町というような形でうちのスポンサーをしてくださってるんですけれども、皆さんからいただいたこの貴重な資源についてはもう地域の活性化のために使わせていただきたいと理解してもらって、でそれを、イベントだったり放送だったりとかいろんな形で使わせていただいていて、本当にすごく助かっています。なるほど。いろんなイベントも開催したりとか、それから、先ほど発表の中にありましたけれども、どんなこう、放送局にしていこうという夢があるんでしょうか？私はですね、地域は一つの大きな家族というテーマで、活動しているんですけれども、本当に年々ですね、そうなんです、身近な皆さんと本当に一緒になって地域を盛り上げていって、いろんなこともあると思うんですけど、いろいろとみんなで乗り越えて、日本一、仲のいいそんな牛久市にしたいなと思っています。
まあ、希望夢に向かって頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。